トーマス・ホップキンズ・ギャローデットトーマス・ホップキンズ・ギャローデット、牧師は、アメリカ合衆国発の公立老学校、コネティカット・ローア教育指導施設を創立し、老教育を打ち立てた人物である。1787年、ペンシルベニア州フィラデルフィアで生まれる。1805年に、イエール大学に入学。1810年に、イエール大学院入学。同大学を主席で卒業し、 イエール新学校に進み、牧師資格を取ったが、病気のため牧師になれなかった。隣人で医師のメイソン・コグスウェルは、老の娘アリス・コグスウェルがいたが、教育を受けられるところがなくて悩んでいた。ギャローデットは偶然、外で仲間から離れて一人で遊んでいるアリスを見かけて声をかけた。しかし、アリスが耳が聞こえず、話せないことがわかり、 地面に帽子などの単語を書いて教えた。上野マスオによると、ギャローデットによるアリスへの教育はシカールによる手話の本によってなされたとのこと。アリスが単語を覚えたことを知って喜んだコグスウェルはギャローデット二郎の子供を指導できる方法について相談した。それがきっかけで、当時郎教育が進んでいたヨーロッパに一年間の予定で教育視察をすることになった。 1815年にまず、イギリスに渡ったが、視察を断られたため、フランスのパリ国立牢和学校に行き、そこで、牢教育方法を研究した。1年間が経過したので、牢学校で教師をしていた牢者のローラン・クレイクを伴って帰国。その後、設立資金作りのため、クレイクとコグスウェルと共に各地を回り、翌年の1817年に、 老学校を設立し、自ら校長を務めた。アリスは最初の生徒として入学。後、アリスの同期生の一人、ソフィア・ファウラーと結婚、数人の子供に恵まれた。ギャローデットの長男トーマス・ギャローデットは、父親の影響で神学校を出て牧師になり、初めて老舎のための教会をニューヨークに作った。バッシェのエドワード・マイナー・ギャローデットが、 後ギャローデット大学の前身、国立ローア大学の初大学長になった。金沢隆之編、老教育の脱構築書斎、歴史解釈の違い P55 参照なお、上野のこの論考は、老教育問題史、第7章から転載されたものである。ありがとうございます。